ラボラトリーでの実験風景。ニコラ・テスラは19世紀中期から20世紀中期の電気技師、発明家である。グラーツ工科大学で学んだ後1881年にブダペストの電信会社に入社し技師として勤務。1884年にアメリカに渡りエジソンの下で働くが1年後独立。1887年にテスラ、 エレクトリックライトマニファクチャリングを設立。新型の交流電動機を開発、製作。1891年には、テスラ変圧機デモンストレーションの印象で今に至るまで広く知られているものを発明。また回転回地型の電動機から発電機を作り上げ、1895年にはそれらの発明を、ナイアガラの竹発電所からの送電に、 応用し高電圧を発生させ効率の高い電力輸送を実現させた。天才肌の発明家である。交流電気方式、無線操縦、蛍光灯などといった現在も使われている技術も多く、また世界システムなる全地球的送電システムなどの壮大な構想も提唱した。電気や電磁波を用いる技術の歴史を語る上で重要な人物であり、 時速密度の谷、テスラにもその名を残しており、ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。テスラが残した技術開発にまつわる資料類はユネスコの記憶遺産にも登録されている。8つの言語に堪能で、試作、音楽、哲学にも精通。電流戦争では、テスラ側の陣営と、 エジソン側の陣営は、ライバル関係となり、結局、テスラ側が勝利した。父母ともに、セルビア人で、ミルーティン・テスラを、父、ルカを母として、1856年7月9日、深夜、オーストリア帝国リカコルババケンゴスピッチ近郊の村、スミランで誕生。父のミルーチンは、セルビア正教会の司祭で死人。母、ルカは泡立て器など。 調理器狂いの発明をするような人物であった。テスラ家には、ニコラ誕生時に、兄のデンと、姉二人ミルカとアンジェリーナがおり、後に、妹のマリカも誕生した。5歳の頃に兄を失ったが、その頃から頻繁に、幻覚を見たとされ、ニコラ以上の振動と呼ばれた兄を上回るため、ニコラは、勉学に励み、特に数学で突出した才能を発揮したとされる。6歳の時に、 父の転任に伴って、コスピッチの町へと移り、その後1870年にカルロバツの高校へと進学した。高校時代にコレラに感染していると医者から診断され、床につき9ヶ月もの間、生死の境をさまよった。1875年には、グラーツ工科大学に入学。グラーツ工科大で学ぶうちに、電気モーターに魅了され、 またその頃に交流という方式を着想した。同校で2年ほど学んだ頃に、父のミルーチンが死去してしまい、しかも父はニコラが授業料を払うためのお金も残さずに死んでしまったので、仕方なく、同校を去りジリで役に立つことを学ぶことにした。1878年12月、グラーツ工科大学を中退。1880年1月、プラハ大学に留学。 ただしコースの卒業証明は受けていない。1881年1月、ハンガリーのブダペスト国営電信局に就職。電信局で勤める傍ら、交流電流方式の活用方法の探求を続ける。1882年、フランスパリへと移動し、ゼネラルエレクトリック社のフランス法人である、コンチネンタルエディソンカンパニーの技師の職を得て、同社で才能を認められ、 一年後にストラスブールに転勤となった。同社で勤めている時期にもプライベートの時間を使ってモーターの開発を続けた。1882年誘導モーターの開発に成功。ところが欧州では彼が開発した誘導モーターに興味を抱く人に巡り合いず渡米を決意。百八十四年の渡米時点では所持金もほとんどなく自分で読んだしや 飛行機,機械のアイデアに関する計算を記した書類といったようなものしか持っていない状態であった。エジソンのエジソン伝統会社の求人を見つけ採用される。当時、同社は直流による電力事業を展開していて、一方、テスラは交流による電力事業を提案し、エジソンと対立して数ヶ月で失職する。1887年4月。 独立したテスラは、テスラエレクトリックライトカンパニーを設立し、独自に交流による電力事業を推進して、同年10月に交流システムの特許を出願する。1888年、彼が発明した誘電モーター及び電気システムについて説明した論文、A New System of Alternating カレントモーターズトランを執筆。1888年5月16日、 アメリカ電子工学学会でデモンストレーションを行い、鑑名したジョージ・ウェスティングハウスから研究費100万ベイドルと特許使用料を提供される。テスラの特許を使用した交流発電機は、ウェスティングハウス・エレクトリック社ベンジャミン・ジー・ランムの設計で、ナイアガラの滝、エドワード・ディーン・アダムズ発電所に参照、交流25サイクルのものが設置された。この時期、ウェスティングハウスは、 テスラのためにラボを設立し、様々なプロジェクトを任せた。その中には例えば、ビルヘルム・レントゲンの X 線の装置の開発などというものもあった。テスラは、同年に循環次回を発見して、超高周波発生器を開発するが、ウェスティングハウス社技術人の中で孤立して1年で、離れる。1891年、申請が通り米国の国籍を取得。同年、 100万ボルトまで出力可能な高圧変圧器を発明。1893年無線トランスミッターを発明する。シカゴ万博会場内の電気供給に電気管の電源システムをウェスティングハウス社が構築して交流システムで電気の一切を賄った。これは20台の単素500バリー機発電機を2群に分け、それぞれ回転子を90度ずらして2章。 交流12000馬力発電機として構成し、蒸気機関により駆動して発電した電力を、変圧器で昇圧して送電を、再度変圧器で高圧して16直行の電灯を1000個、点灯するとともに誘導電動機を回したもので、他に回転変流機を設置し、1898年、天下プラグの米国特許を取得し、無線操縦特許を取得して、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、 無線操縦の船舶模型を実演した。1901年、JP モルガンの援助により、ロングアイランドのショアハムに高さ57メートルの無線争新島、ウォーデンクリフタワーを建設開始し、1905年に完成するも、モルガンとの関係悪化により、資金繰りが悪化し、研究を中断する。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、タワーは、 新しいオーナーと鉄鋼会社の契約に基づいて1917年に撤去された。1915年、エジソンと共にノーベル物理学賞受賞候補となったという噂が流れるがともに受賞しなかった。1938年にも受賞候補に選ばれるが受賞しなかった。1916年、米国電気工学協会。 エジソン勲章の授与対象になり一度は辞退するが、最高号1917年に、これを受ける。1928年、フリバーという名称の空中輸送装置の特許を得たが、これは垂直離着陸機の最初期に当たる。1943年1月7日、マンハッタンのニューヨーカーホテルで死去。去年86歳であった。 検死の結果死因は冠動脈血栓症とされた。晩年は金銭区に陥り、亡くなった時点でほぼ無一文であった。数トンの重量に及ぶとされる彼の発明品や設計図はアメリカ軍と FBI が没収したユーゴスラビアを通じてソ連の手にも当たったと外談公設されたが、実際は FBI の欧州後に複製されて母国に返還された。 原版はベオグラードのニコラテスラ博物館に保管され、2003年にユネスコ記憶遺産に登録された。ウォーデンクリフトワーテスラ自身は世界システムと呼んだ構想。テスラワールドシステムとも巨大なテスラコイルで発生させた電磁波を用いて無線で送電を行う装置の構想であり、一つの巨大な送電装置を地球上のどこかに設置することでケーブルを使わずに、 地球上のありとあらゆる場所に電力を送り届けるという構想である。実際にニューヨーク州ロングアイランドにウォーデンクリフタワーを建設し実験も行った。ただし実験で用いた周波数が1 5 0キロヘルツと低かったため減衰が大きく到達地点では微弱になりすぎ、これは実用化には至らなかった。冒頭の説明で時速密度の単位名に テスラの名を用いることが選ばれたこと、ライフ氏の1999年のこの1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人での選出、テスラが残した資料類のユネスコ記憶遺産への登録などを紹介したが、他にも様々な記念や検証が行われている。テスラは民族的にはセルビア人であり、セルビアでは民族の偉人として高く評価されている。 テスラの遺品や発明品を中心に彼の生涯を検証したニコラテスラ博物館は1952年にユーゴスラビア政府によってベオグラードに設立され同国が分裂しセルビアとなった後も存続しておりテスラの遺品や文献を多数所蔵を展示している同国ではテスラの肖像が科学技術の発展に著しく貢献したとして100ディナール通貨に使用されているほか 同国最大の火力発電所も、彼の名を取りニコラテスラ発電所とされ、首都ベオグラードにある空港も、テスラの名にちなんで、ベオグラードニコラテスラ空港と命名されている。また記事スミリアンは現在クロアチア領となっており、ここにもテスラの記念館が建設されている。テスラにちなんだ、命名、検証は、両国以外にも多数存在する。IEEE、e、では、 1975年にテスラの名前を冠した IEE、e、ニコラテスラ賞が設けられた。また、米国の電気自動車メーカーのテスラの社名もニコラテスラへの賞賛を込めて名付けられた。テスラがエジソン伝統会社に入社した当時のトーマスエジソンは研究者と発明家としてすでに実績があり、エジソンへの同型や経緯から就職したとも考えられ。 給与未払いなどの話題もあるが、両者の確出は直流と交流との確出に起因している。エジソンは、エジソン好みの直流用に設計された工場システムをテスラの交流電源で稼働させたら、交渉として5万ドル払うと提案した。直流の優位性や安全性に加えて、交流の難しさなどを考慮した発言だったが、テスラはこれを成功させた。 交流を認めたくないエジソンは、報酬を冗談だったで済ませ、支払わなかったため、テスラは激怒して、後に退社する。後年に、テスラら交流陣営とエジソンの直流陣営が、紛争し、エジソンは交流の危険性を広めるための、キャンペーンとして、有名な電気椅子処刑を発案するなどしたが、現在は、全世界で交流送電が採用されている。以下は、 エジソンとの確執を表すエピソードである。生涯を通じて、様々な精神障害に悩まされた。幻覚と数々の脅迫観念に囚われており、また、テスラは、天才肌の発明家で、おまけに、上身で美男であったため女性から人気があり、大富豪で大投資家の JP モルガンの、霊状案などからも惚れられたこともあった。だが、結局、テスラは、生涯を独身で通した。 テスラの友人の一人ヒューゴー・ガーンズバックは、テスラ死後にそのデスマスクを制作させたという。その生涯で、だいたい300件の特許を取得した。テスラはその功績や卑怯な性格、エジソンとの確執などから、様々なフィクションの題材となっている。ありがとうございます。